皆さんがやった中で、体の変更の道というのはですね、こうなってこうやって、あれ難しいと思いますね。難しいですよね。実は基本六法の原型を作って発想されたのは翔太先生ですけど、細かいことをやったのは井上恭一先生という方がいただきました。最初はですね、ひじきによってもどんどん前に来るやつ戻らなくて、ところが海上自衛隊の教えたらですね、甲板でやってくれました。それで、先生、これダメですわと、前に行くと甲板に落ちますと、そうか、じゃあ戻ろうということですね、いちいち戻るようになったんですけども、これがやっぱり、それは理屈としては分かるんですけど、前に行って戻るときが、気持ちを変えないようにやらないと、やった休みを抜けちゃうんでね、それを稽古して気をつけてくださいね。さて、タイムの変更の石は、一番難しいところはですね、すいません。はい、今日初めて本譜初公開をしていますけれども、こう持たれてですね、こういって、例えばこう、いきますね、こうやってね。で、これは結果論なんですよ。でね、いつも大切なのはですね、こういう瞬間があるんです、ライキドって。必ず、こういう瞬間。ここがすごく大事なんですね。それがぐるっと来るから来るんで。いろんな技の中に一瞬横になるシーンがあるんですけど、ここがすごい肝なんです。でこの時にこう手首が立ってる状態にしないと技が効かないんですよ。でこれの僕はこれをソビエ腰って呼んでますが、ソビエって立ってるみたいに横の時の姿勢っていうのがすごく大事で、仙骨の力を集めるっていうのがすごく大事だということはどっか頭の隅に出てます。でそこで自分でちょっと止めてもいいから、この横のところがコツなんだなと、そこはやっぱりね、今まで誰も知らないからあまりうまくいってないんだけど、このソビエ腰のクッとこの横のところ感じをしてもたまにやります。あるいは武田総閣先生もこういう写真を撮ってますけど、この姿勢がすごく大事なり、技のところどころにこの姿勢が来るってことを覚えてください。さて、四方投げなんですが、四方投げはいろんな四方投げがあります。5万とあります。いろんな人がね。それで大事なことは、こういうふうに来ました。で、こう戻るときなんですよ。で、この時に戻るという信号があった場合はですね、相手は実際に逃げるんですよ。あえて逃げるんですね。で、この時にっていうかうまくかかんないんですね。で、これでこうなるともう相手はこうするんだと覚えちゃうんですね。しかももう練習してると分かっちゃうんです。で、それの根本的に当たってですね、半身半立ち四方投げてこうやってますか、先生。はい、じゃあこっち行きますね。相手が引っ張る動作行きます。引っ張る動作に来てこうか、見えますか。はい、こう来ましたね。そしたらここに引っ掛けますが、これで返すんですけど、これの返し方がぐるーっとこう向こう返ってきて、もう一回言いますよ、これがぐーっとここまで返したらあとは簡単ですけど、一応振り返ってこう、でここの振りかぶるここのとこだよ、ここお酒飲む感じでね、ちょっと半身半身ですけど、ここをちょっと稽古して、ここだけで相手と一緒に受けるんで稽古してみましょう。はい、どうぞお願いします。はい、どうぞ。ここが打たれたら、これを。ああ、何これも。これが四方投げはもうここで決まったやつ。そうやとここでしょ。これなんですよ。こうなるんだ。もうここで行かないと。
あ、山田さん後ろ気をつけて。それで、はい、ここで大事なのはこれが動いた分だけここの形を変えないために、スクエアを変えないために一緒に揃わないと、ここで決めたい。なんでなんだけど、上げようというのはここを変えたりとかですね、ここを変えるともう効かなくなる、切れるんですよ。だから心を消さないためにここを持たないで、これを同じ位置でこうするずつ効く。それはこうしたら全部消える、あるいはこうしても消える、だから2回でも全部これで壊れる、これで壊れる。だからここの角度、この角度はずっとスクエア守りながらやらない。でそれをやるんだったらさっきの食べ物じゃないけど、これを使うわけで、これを使うわけで、お酒を飲むかって。先生、上半身を反らすってことですか？そうそうです。やってみや、何やってるか分かんなくなってるかもしれませんけど、最後にね、ちょっと腕相撲体験です。腕相撲ってちょっとですね、ちょっとで、1対1で面白くないから、もう一人。そしてね、今、ここに寝てやりますけども、こう持ってます。こう持ってます。で、これでやります。よほど強いですね。かなうわけがない、論理的にね。この設定でやる、この設定でやる。はい、じゃあ、どうでした？はい、もっと中にくっついてください。はい、それで、もうちょっとかぶせるぐらいに乗っかけて、はい、そうすると、グッとやっても確実に来ないんですよ。でも、これはね、相手がこっち側に持ってると、ね、こう来ちゃうんですよ。そうすると、もう一回行きますよ。こういう形じゃなくて、向こうに僕持ってくる。こっちに。もう一回言いますと、物理習ったでしょ、触覚の方向に弱いって。あそこまでくっつかなくていいです。大丈夫です。いいですか、これがこうじゃなくて、向こうに持ってくる。向こうに。向こうに。そうすると、全然耐える力が違う。こうやっちゃうともう、1秒で終わっちゃう。でも、向こうに持ってくる。あ、すげえ。そうすると、これはね、机がないからできないんだけど、ちょっと覚えてきて、こうやって、こうやって、こうやって、当然こうですね。当然こうですね。それはこうしちゃう。向こうに相手のこっちに持ってくる。物理力ってね、直角にゼロになるって覚えてる。物理で。直角の方向にはゼロになっちゃう、相手に。そうすると、タイミングでやると、対戦するとはやるわけだけど、二人を倒すんじゃなくて、こっちの人でこっちの人を倒すんですよ。うん、だから、何人いても同じで、あとはドミノで倒してる。だから何でも、手下なんですよ、相手って逆に言うとね。いろんな原則はありますけどね。はい、じゃあ次。はい。どういう、はい、はい、相手が打ってます、こうやって、はい、もう一回いきます。 0.5 秒の差っていうのを聞いたことありますか？人間は 0.5 秒前の記憶で動くと。でね、格闘技とか武道によって 0.5 秒ってかなり長い時間、それをうまく使う、はい、そうね。その時になんで後ろ足を伸ばしているかというと、自分の軸が後ろにある、要するに相手が私のここを狙ってくるんじゃなくて、私の後ろ足を狙ってくるんですよ。何を言ってんだろう、思い越してないけど、続けます。はい、こうですね。こうですね。はい。違うの分かる。やられてる方が分かる。もう一回言ってますね。こうですね。こうですね。相手の後ろに持ってくるんですね。軸を。相手って崩れやすいんです。ただ、ここでやると、抵抗と対策が分かるから。あれなんだけど、軸を後ろに持ってくると、相手って。違うところやってる。ちょっとでも違うところ持ってくる。で、それは、こちらの意識が向かってこういうふうにやってるんじゃなくて、後ろへ持ってくると思う。その途端にずれちゃう。ここの、大体ここで相手が切るでしょ。こうじゃなくて、相手の
後ろに軸があるように持ってくる。そうするとね、対面すると、本当ね、分かりやすく言うと、ここが軸だとしますね。そう、相手はここに向かってきますよ。ところがね、ここが軸のように自分で思うんです。こっちの後ろが軸だと。とこんだけのズレが出てくる。そう、対人関係が変わってくるんですよ。ちょっと一番基本的な、これができると初めて、にっていう技が上手くなってきますから、ちょっとだけやってみましょう。はい、はい、はい、どうぞ。はい、1分しかない、頑張って。そうですね、なんかかぶり、どういう感じですね。今、ここを向かってますけどね、後ろに軸と持っていたのです。なんか違うでしょ。違う。こうなって、ここで、後ろに軸なの。変わったんですか。変わった、これ。こうでしょ。向かってる。でも、こうしちゃうと。こう、向かいますよ。よっくわ。それはね、相手がね、引き込まれちゃう。それのズレがないとなかなか2ってうまく回らないんです。後ろ足が2引き寄せる。そうか、正面突きのように特に重技の時にここを自体にするとすぐ詰まるでしょ。ね、でもこっちにするとこのズレだけで相手がさばきやすいんです。はい、どうぞ次。あと30秒、はい、はい、バラマキのようなって覚えたんだけど、皆さんの当たり前ですけど、毎日の稽古の積み重ねだけが皆さんうまくするんだけど、やっぱりね、ノート捨てた方がいいと思います。やれっぱなしだと終わっちゃうの。一番進むのは3年ですけど、やっぱり武道は一応3年が一周期だから、で同じとこ詰まってるから、毎年5月だと同じとこ詰まったりしますけどね。でそれを見るために自分しかね、オーバーに言うと敵はいませんから、どこで詰まってるかっていうのは分かるから、毎回の稽古の、あれ今日最後に1回でなんか不思議と思った時があったみたいな、でそういう坂上がりと同じでね、偶然できた坂上がりをこう延長していくってことがすごい大事だから、そういうつもりで稽古しました。順番に、はい、先生に、はい、どうもありがとうございました。